はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビッシュです。では信長の野望創造戦国立志伝小早川秀秋でのプレイ続きをやっていきましょう。今回はですね、引き続き家康打倒のために奮戦していくというところは変わらないんですが、今回は特に気をつけなきゃいけないのが、石田と今度は織田が同じ西軍なのに潰し合いを始めてます。この潰し合いをしている最中に徳川勢が石田の切り崩しに入ってくると、一気に西軍が瓦解する恐れがあるので、なんとかねそうならないようにだけはしていきたいなということで、今回はですね、そこを気をつけながらのプレイになっていくかなというふうに思います。では早速続きをプレイしていきます。情勢的には石田隊が一応小諸を攻めるみたいですね。小諸、じゃあこれを側面支援する形、いや直に石川隊を小諸城に出しましょう。で他はちょっと軍勢出す余裕がないといえばないんで、鍋島隊は一旦帰らせてるでしょう。あとこの辺りも軍勢がまだ整ってないかなというところですね。もう少しいい軍勢の数が欲しい。で小早川秀秋本体もまだ半分も回復してないというところなので、少し様子を見ながら、1万の軍勢で立ち向かいましょうか。織田と石田だと明らかに石田の方が、有利なので、織田を石田が食うというのは逆にいい部分も確かにあるんですけどね。ただそれがね、対徳川に有効になればいいなというところではありますね。で回収はもうほぼほぼ全部終わりかな。3層天守から4層天守にしておきましょうか。いや連立天守の方が、常備兵が2割増えるので、岡崎城は4層天守ではなく連立天守にしておきましょう。清洲城は内政が低すぎるか、もうちょっと内政頑張らないといけないですね。そうするとどうしようかな。婚姻を今更する必要もないかなというところもあるし、一旦信頼関係築きずにか。連合にはでも応じてくれないんだよね、石田軍がね。秀明自ら三成のもとに訪ねておきましょう。あとは取引で家宝を少し買い漁っておきますか。で投資できるところは投資していきたいけど、投資の効果があるところがいいですよね。できるだけ投資の余地があるって言った方がいいのかな。で優秀な家臣を手元に置いてきておきたい気持ちはよくわかるんですが、というか自分のことなんですが、ここにだけ集めててももったいないというのはあるので、少しずつ分散させていきましょうか。与力で駿府清須、どっちかっていうと駿府かな。駿府で相当してしまって、戦える武将がいいですよね。山内これ72持ってますね。あとは小西行長、小西行長 手元に置いておきたいわ本当に。ただ小西行長は手放しましょう。
ここまでね、抱えて抱えてだったんですが、で、あとできることはもうあまりないといえばないんだよな。連合に入っている限り特に必要はないので、徳川と同盟結んだの？伊達さんは。まあ対勇気っていう意味ではそうなのかな。まあ伊達家ももう勇気にだいぶ削り取られてますからね。まあ勇気を蹴散らしておきたいけど、まずは武田だよな。うん、徳川ですよね。そういう意味ではここは家康か。家康相手じゃちょっと勝ち目ないよね。ただ家康を討ち取る好機ではありますよね。家康自らこちらの方に出てきているということは、逆に言えば出るぞ。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。で、駿府はもう、ここは娯楽を上げられる余地がまだ残ってましたね。まあ、この辺りも目いっぱいまでやりますか。そうするともうね、本当にこれ以上開発の余地がないっていうぐらいのところまで目いっぱい、じゃあこの駿府を発展させちゃいましょう。岡崎継承はまだまだ余地がありますよね。こうやって見るとあらゆる観点で岡崎継承はもうちょっと人をむしろ入れてあげてもいいのかな。岡崎継承って今何人人いるんだろう。ちょっと岡崎継承の様子確認し、しちゃいましょう。先に武将は5人か、清須は7人。この辺りはもう少しいろいろ頑張る価値はありそうですね。手工作は一応満帆にはなっていると。で、ここは不可思城攻めが始まってたの、もしかして。いや、これは気づかなかったな。そうするとこれはむしろ攻撃するチャンスだな。敵をここで一網打尽にしちゃいましょう。ライレンだったら多少は持ちこたえられると思うんですよね。ライレンだったら敵は小笠原隊。結城秀康か。結城秀康は危険だな。まあただここで結城秀康を撃破しておけばそれは大きいですからね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。まあ結城隊をここでしっかり撃破しておきましょう。年政4050か。ちょっと年政4050で同感相手の戦いは厳しいかな。増援が出れば別なんですけどね。増援がちょっと出す余裕がさすがにないかな。
石田がでかくなる分にはいいと言えばいいんですが、結城がこれ以上でかくなると鬱陶しいので、上田城は取りたいですよね。上田城は。そうすると軍勢を上田城に送りますか。少しね。まあ幸い兵糧には割と余裕があるといえばあるので、まあ、奥平貞治がもう少しね、踏ん張ってくれればというところなんですが、あとは竹中隊か。福島正則、これは期待できますよね。まあ、とりあえずこれに細川忠興をつけて、この軍勢で上田城を取りましょう。一旦ね。いや強いな。有機体撃ができなかったから、ライレンで追撃させましょう。ライレンで追撃不可能か。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ん、兵糧がゼロになった。これは痛いぞ。なぜだ。奥平家に兵糧が足りてない。駿府からちょっと兵は動かしづらいんですよね。徳川がね、蹂躙してくる恐れがあるんで。お任せください。深市城に4000か、4000の兵だったらまあ問題はないでしょう。で、注意しなきゃいけないのが、ここに道館が出てきてますね。この道館は邪魔くさいので、道館を確実に仕留めるために上から奥平隊を出しましょう。いや違うな、これはどういう動きだ。いいな、重さはどこに向かう。小諸か。小諸にめっちゃくちゃ軍勢集めてる家康の思考がちょっとわからないな。どうしたいんだ。前田はもうしばらく春日山を攻めるつもりはなさそうですよね。そうすると巨城小田原に兵を出してみる。いやきついよな小田原攻めは。小田原自体に1万5000の兵が入っているので、1万5000の兵を相手にしつつ、さらに周辺からの増援があるって考えるとかなり厳しいですよね。いいな、重さ1万3500。これがどこを攻めようとしてるんだ。深市城に攻めてくるよね。直政は小諸。小諸にこんなに兵集めてどうする気だ。一旦兵糧のこともあるので、お任せください。深市城に兵を下げましょう。承知しました。かしこまりました。止まれ。出陣する。カズトウが死にましたね。ご命令くだされ。
報告いたします。先月の収支です。報告いたします。制作を執り行います。さあ、このあたりで制作なんか有能なのがあればやっておきますか。常備兵が増えるか。このあたりかな。皆に伝えましょう。もうこのあたりになってくると大きく効果が見込めるのはさすがにちょっとなくなってきましたかね。この投資はやっておいて損はないので、ちょっとね、見てる方退屈されてしまうかもしれないんですが、ガガガッとやっていっちゃいましょう。こう自動で選別にしてもね、結構やらないでスルーされることが多いんで、推奨できるものはありませんみたいな形でスッと抜けられちゃうんですよね。なのでこれはやっておいてだ。で、援軍の要請を出しましょう。で、春日山城を側面から支援するというのがいいかな。この無傷の3万の軍勢も一応春日山城攻略に向かいますか。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。この辺りで1個家を建てますか。そしたら稲葉正成に上田城を任せますか。で、与力で稲葉正成に何人かつけてあげましょう。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。もう奨励はじゃあ全部やっちゃいますか。お金にも余裕あるし、やっぱりそのあれが効きましたよね。豊臣を最後にとどめさせたっていうのが大きいですよね。秀吉が止め込んだ財力を全部取り込みましたからね。我が戦お見せしましょう。表情を始めましょう。報告しますね。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。
上田城に4400、深州城に17000。これはいずれも徳川の軍勢と見ていいのかな。徳川の軍勢ですね。そしたらここは援軍を要請しちゃいましょう。でさらに、危険を承知の上ではあるんですが、しっかり深州城は守りたいので、深州城には増援を出しましょう。で合わせて深州城には軍を集結させます。一度ね、我が策、戦場を制す。一旦経由させて兵糧をきっちり補充させましょう。兵糧をこの辺でね枯渇させて、カスカスの状態で来られても困るんで、いざ戦場へ。出陣します。で九州の方はというと軍はどうなってる？ほぼほぼ全回復してるところばかりではないか。でも一度ここも軍を再招集しましょう。これはじゃあ関東の方に、いや東海道の方に集結させます。兵糧不足か。まあ兵糧不足のところから無理やり出すのももったいないので、一旦様子見して兵糧があるところからだけ兵を出させます。まあこんなところですかね。じゃあこれでもう少し深州城、上田城の戦いと春日山城の支援をしっかり見極めていきましょう。上田城に11,800。これはどこの隊だ。いやこれもさらにあれか、徳川勢ですね。まあ、なんとか上田城で敵を食い止めつつ深州城をしっかり抑えるっていうところが重要かな。ご命令ください。報告しますね、報告しますね。これが先月の終始ですね。上田城に22,100、結構な数増援出してきますね。そうすると一度兵を引くしかないかな。でどちらかというと上田城の防衛の方に回りましょう。壊滅するとねダメージが大きいので、壊滅する前に。報告しますね、報告しますね。これが先月の趣旨ですね。いやーこっちが手間取ってる間に徳川がどんどん、あるいは勇気がどんどん大きくなってるからな。やっぱ徳川の領地を食っていかないとまずいですよね。
ご命令ください。報告しますね。報告しますね。これが先月の収支ですね。御用を受けたまわります。出るとするか。始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。では逆に海津城を攻めますか。この辺りで一度ね。お味方討ち死に。隠れ出陣するぞ。我が領内に敵が迫っております。我が方の城包囲されました。ご命令ください。報告しますね。報告しますね。これが先月。いや、なかなか厳しい戦いになってきてるな、ね、ここは後ろから家康を攻撃しましょう。始めましょう。報告しますね。これが先月の。ここでもしね、家康を討ち取るようなことができれば形勢は一気に変わりますからね。かしこまりました。家康の寝首をかく、それくらいのつもりでいきましょう。助太刀いたす。されました。逃げられたか真壁には。これもうちょっと増援出せれば、あるいは取れるんじゃないか。海津城は。でここで満を持して小早川秀明自ら出陣させましょう。でこれが家康だな。家康を討ち取ることを最優先にしたいので家康の攻撃に回りましょう。家康は討ち取れなかったか。まあ、撃滅はしましたけどね。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。かしこまりました。続け。そしたら小早川秀明は小諸に見せかける、行くと見せかけて表情を始めます。報告します。先月の海津城を吸収しましょう。で海戦に持ち込みます。1万3500か。いいな、重さの1万3500に小早川秀明では
正面決戦ではちょっと話にならないな。我が領内に敵が迫っております。エレータ上に13,400。手柄を立てよ。出るとするか。教場を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。どうする？この13,500をどう防ぐかだな。もう余裕はないよ、兵に。福島正則が間に合うとも思えないな、上田城にね。正成隊がどこまで持ちこたえられるかだな。持つのか。耐久はまだあるから持ちこたえられそうだな。お助けいたします。ご命令を報告します。報告します。いやー本当に家康の方は兵が次から次に湧いて出てくるからな。しょうがない、秀明は一旦兵を引きましょう。いや、ここの一進一退がなかなか解けないですね。そうすると外交で連合がまだいけないが、連合が早くね復活してくれるといいんですよね。まあ、ライレンが来てるんで、まあ上田城はこのまま行けば持ちこたえられるかな。表情を始めます。報告します。先月の収支です。お、兵糧がゼロになってるやつがいる。これは良くないぞ。中野城を目指し、中野城ってどこ？中野城ってあったっけ？そんな城。ここか、甲斐の中野城か。しょうがないね、これは甲斐の中野城に向かわせるしかないですね。ここは海戦で一気に小諸を取りましょう。ライレンがいればなんとかなるはず。まあ、それほどライレンに圧倒的な信頼を、全幅の信頼を寄せてますからね。まあ、敵にした時のライレンのこの絶望感すごかったからな。攻撃はまだ使えないか。まあ、ライレンを少し前に出しましょう。全てを込める。この攻め見切れまい。お任せください。
モグラ攻めも使えないか。よし、これで包囲してた状態なので城は落ちましたね。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。小諸はもう正成にそのまま与えましょう。で、敵の増援が来ている。これをどう振り払うかだな。あとは海津城攻めにそのまま入りましょうか。で、中野城の方はどうかというと、一応予定通り敵は攻めてきてるんだな。ってことはここで確実に敵を殲滅したいので、かしこまりました。出るぞ。必ずや勝つ。で、反遊戯連合はここで瓦解したか。命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。まずすかさず新連合を組んでいきましょう。家康健在だからな。そうなると三成を担ぎ上げられないんだよね。またしてもそうすると毛利を名手に、毛利名手じゃダメ、俺が名手にならなきゃダメですか。か利長が名手ってのはちょっと微妙だよね。やっぱ秀明が名手になりますか。そうするとまあ本当はね、家康が目的なんですけど、今は塊になることが一番重要なんで、一つの大きな塊になるという意味では、有機対有機連合を組むしかないという情勢なんですよね。有機イデスもここで打ち取りたい。もはや深市城の救援にも向かわなきゃいけないし、討ち死にがこの辺りになってからは少しずつ討ち死にの例が多くなってきてますね。もうちょっとだけやらせてくださいね。時間がもう40分になろうかというところなんですが、ここはちょっと霧が悪すぎるのでもう少し頑張らせてください。先月の収支です。報告します。まずは各国の情勢ですが、まあ悪くはないな。よし、この辺の戦力を全て叩き込みましょう。春日山城に2人
再び春日山城攻めに兵を出してもらうと。いやー、出してくれないか。待って待って、いつの間にか前田は徳川と同盟を結んでいる。マジか。そうなると徳川と小早川感じもしますけどね。石田はまだ戦ってくれるでしょう、さすがに。そしたら国峰城攻めに三成の部隊を出してもらいましょうか。三成は今他回戦してるところはないでいいんだよね。いや、三成と毛利がぶつかるとかも最悪ですからね。西軍の大国同士が潰し合うっていう、そういう状況を避けたいですからね。はい、では、少し長くなりましたので一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。まあ少し前線を、信濃の方に、まあ押し上げることができたかなと思いますので、もう前田には頼らず、石田、小早川対徳川、結城、この構図でやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。